暴力団は、ルイス・マイルストン監督による1928年のアメリカ合衆国の映画である。ハワード・ヒューズの制作映画であり、パラマウント映画が配給した。バートレット・コーマックによる舞台劇が原作となっている。警察と行政の腐敗を描いていたため、シカゴでは原作の儀曲ともども上映禁止となった。1951年に RKO により、 ザ・ラケットとしてリメイクされている。フィルムは長い間失われていたが、ネバダ大学ラスベガス校のハワード・ヒューズ・コレクションからプリントが発見され、2016年にアカデミーフィルム、アーカイブが所蔵した。マキック・ケーブは実業家、ニックス・カーシーを酒の密造等の角で検挙するが、その度にニックは、ある実力者によって助けられては釈放されていた。ある晩、ニックが弟、 ジョーの誕生日パーティーをしていたところ、ニックと対立するスパイクが部下を伴って、酒場に乱入し、ニックはスパイクを返り討ちにした。マキック警部はニックを逮捕するものの、数日後に選挙が控えていたため、ある実力者が警察に圧力をかけた結果、逆にマキック警部が市外の警察署長に左遷されてしまった。今度はジョーが、 飲酒運転で引き逃げをした角でマキックの部下のジョンソン、巡査に逮捕され、その際もある実力者からの干渉はあったが、マキックはそれを跳ねのけ、ジョーを裁判にかける手続きを進めた。ニックは、ジョーの釈放のために警察を訪れた際、その場にいた、ジョンソン巡査を誘惑するが、逆に、ジョンソン巡査から自分が、証人になると告げられたため、ニックはジョンソンを射殺し、居合わせた。 新聞記者エームズを殴って逃走するが、すぐに逮捕された。その際、現場に拳銃を落としたまま逃走したため、ニックは法廷に出頭せざるを得ず、マキックは、ニックの保釈命令を破棄した。マキックが新聞紙上で事件の全容を明らかにした、ため、黒幕はニックがいると選挙が不利になると考え、部下に、ニックを脱走させた上でマキックの目の前で、 ニックを射殺させた第1回アカデミー賞作品賞にノミネートされた。ありがとうございます。